ウシロードは、本日2020年9月23日、水曜日に行った D4DJ プロジェクト戦略発表会にて、D4DJ の新情報を発表した。D4DJ は、DJ をテーマにアニメ、ゲーム、ライブなどでメディアミックスを展開するウシロードのプロジェクト。世代を超えた名曲の再生、リミックスはもちろん、新たなオリジナル曲も展開している。今回、本日2020年9月23日、水曜日に行われた D4DJ プロジェクト戦略発表会にて、D4DJ の新情報が発表された。アニメ、D4DJ ファーストミックス10月30日、金曜日より放送開始。アニメ D4DJ ファーストミックスが10月30日金曜日より第1話が放送される。東京 MXBS 日テレにて毎週金曜23時からほか、全国30局以上での放送が決定している。また字幕15カ国語、吹き替え3カ国と、日本にとどまらず全世界に向けて配信される。詳細は TV アニメ D4DJ ファーストミックス公式サイトをご確認のこと。 D4DJ グルービーミックス10月18日から10月24日までオープンベータを実施。 D4DJ グルービーミックスは10月18日から10月24日までオープンベータを実施。10月18日には50曲公開予定で、オープンベータ期間中に毎日楽曲が追加予定。オープンベータ版では課金以外の全ての機能が遊べる予定だ。またオープンベータスペシャルログインボーナスとして、カバー楽曲と交換できるアイテムを毎日プレゼント。オープンベータのプレイデータは本番へ引き継がれるので、オープンベータ中にスタートダッシュの準備が可能だ。6ユニット6曲でユニットごとラジオ番組の放送が決定。10月1日木曜日より6ユニット6曲でユニットごとラジオ番組の放送が決定した。 D4DJ プレゼンツハッピーアラウンドのぐるぐるラジオタイム。放送局東京 FM 放送日時2020年10月3日土曜日より毎週土曜26対0から26対30番組 MCハッピーアラウンド。相本リンク役、二松由香明石真帆役、鏡花の次第ナルトムニ役、三村陽子あたり月霊役、志崎カバン。 D4DJ プレゼンツピーキピーキーの最頂点ミックス放送局 TBS ラジオ放送。6ユニットが目指す夢のステージ D4FES に縁のあるバックアップメンバーとして、天野愛理役、水木奈々さん、小舟柳人、小舟龍神役、古谷徹さんをはじめとした豪華なキャストが登場する。男性キャスト、小舟柳人、小舟龍神役、古谷徹さん、剣吉等の進む犬寄せ、天の女王役竹中直人さん、三橋空、三橋空役大悟さん、海原春樹、貝原春樹役吉田久志さん。女性キャスト、天野愛理役水木奈々さん、姫神社の姫神社の役レイチェルさん、加瀬マナ役小宮ありささん、高伊藤か高尾東華役梅村ひな子さん。東京 MXBS 日テレにて毎週金曜23時からほか、全国30局以上での放送が決定している。また字幕15カ国語、吹き替え3カ国と、日本にとどまらず全世界に向けて配信される。詳細は TV アニメ D4DJ ファーストミックス公式サイトをご確認のこと。 D4DJ グルービーミックス10月18日から10月24日までオープンベータを実施。 D4DJ グルービーミックスは10月18日から10月24日までオープンベータを実施。10月18日には50曲公開予定で、オープンベータ
期間中に毎日楽曲が追加予定。オープンベータ版では課金以外のすべての機能が遊べる予定だ。オープンベータスペシャルログインボーナスとしてカバー楽曲と交換できるアイテムを毎日プレゼント。オープンベータのプレイデータは本番へ引き継がれるので、オープンベータ中にスタートダッシュの準備が可能だ。6ユニット6曲でユニットごとラジオ番組の放送が決定。10月1日木曜日より6ユニット6曲でユニットごとラジオ番組の放送が決定した。 D4DJ プレゼンツハッピーアラウンドのぐるぐるラジオタイム。放送局東京 FM 放送日時2020年10月3日土曜日より毎週土曜26対0から26対30番組 MC ハッピーアラウンド。相本凛育役、西尾由香明石真帆役、鏡花の次第なるとムン役、三村陽花あたり月霊役、志崎カバン。 D4DJ プレゼンツピーキーピーキーの最頂点ミックス放送局 TBS ラジオ放送。ユニットが目指す夢のステージ D4FES に縁のあるバックアップメンバーとして、天野愛理、天野愛理役、水木奈々さん、小舟柳人、小舟龍神役、古谷徹さんをはじめとした豪華なキャストが登場する。正キャスト小舟柳人、小舟龍神役、古谷徹さん兼吉等の進む犬寄せ、天の女王役竹中直人さん、三橋空三橋空役大悟さん、海原春樹貝原春樹役吉田久志さん。女性キャスト天野愛理、天野愛理役水木奈々さん、姫神社の姫神社の役レイチェルさん、加瀬マナ加瀬マナ役小宮有沙さん、高伊藤か高尾東海役梅村ひな子さん。